私は調査兵団団長エルヴィン・スミス。本日私が話すのは、率直に言えば調査兵団への勧誘だ。諸君らはすでに巨人の恐怖も己の限界も知ってしまったことだろう。しかし人類はこれまでにないほど勝利へと前進した。エレン・イエーガーの存在だ。我々は彼と共にウォール・マリアの奪還を目指す。今期の新兵にも1ヶ月後の壁外調査に参加してもらう。そこで死亡する確率は約3割。4年後にはほとんどが死ぬだろう。この惨状を知った上で、自分の命を落としてもやるというものはこの場に残ってくれ。以上だ。他の兵団の志願者は解散したまえ。君たちは死ねと言われたら死ねるのか。死にたくありません。そうか、みんないい表情だ。では今ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。